次期潜水艦建造計画が発表され、なんと VSL 搭載潜水艦となることの情報をキャッチしました。今回は、この VSL 実装潜水艦と反撃能力を詳しく見ていきますね。これは5000トン級になりそうだな。数は4隻は必要でしょうね。日本海は、鉄壁の防御へ変化します。2023年も4月を迎え、新年度が始まってたが、日本では、この2023年度は、前年度より、3割近くの防衛予算の引き上げが行われ、近年、急速に悪化が懸念されている、安全保障環境の改善に向けて、大きな一歩を踏み出している。現在の日本の防衛予算は、2022年12月16日に、現、岸田内閣が、いわゆる安全保障関連の3文書を改定した上で承認し、それらに基づいた形で、様々な分野の防衛力の強化に向けて分配され、最終年の2027年度までの累計額は、およそ43兆円と見込まれている。ここまで、実際に、日本の防衛費が増額されれば、東西の冷戦時代に、歴代の自民党政権が、いわば不分率として堅持してきた防衛費の対 GDP 比での割合の 1% を大きく上回り、 NATO 基準の 2% にも到達する。しかし、そこで言う防衛予算の内容には海上保安庁などの予算も包括しており、純粋に従来と比べて対 GDP 比が倍増するとは言い切れない側面もあり、政治的なアピールの一環として喧伝させている感もどこかに漂う。ただし、日本の防衛予算が、これまでに比べて、増額となることは間違いなく、そうした傾向に批判的な勢力からは、手を変え品を変えで、様々なネガティブキャンペーンが繰り返されており、相変わらずの様相を呈している。イデオロギーとして、軍事に関する全てについて、批判を行う勢力がいることには、今更驚きはしないが、野党の政治家から、戦闘機の F-35 ライトニング2が旧式だの、トマホーク巡航ミサイルが、亜音速で、使い物にならないだのといった指摘も聞こえる。これが、万年野党の政治家から、放たれる言葉なら、いつものことと看過できるが、ほんの一時期とはいえ、日本で政権を奪取した経験のある、政治家たちの中からも、そうした指摘の声があり、結局は政治的なアピールに過ぎないのだと実感させられる。2009年に自民党と公明党の連立政権から政権を奪取した当時の民主党は、最初の首相が暴言を繰り返して沖縄の基地問題をむしろ悪化させたが、政権としては F-35 ライトニング2の追加の導入を行うなど、現実的な承認も並行させていた。昨今の日本の防衛予算の増額は、昨年2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争の影響もあって、大多数の国民から支持を受けており、野党が政治的な目的で雑音を生じさせても、大した影響は与えていないようにも感じられる。そのした中で、日本の防衛予算の使途として注目を集めているのが、敵の防空ミサイルの射程圏外からこちらが攻撃を行うことを可能とするスタンドオフ能力の獲得であり、従来の日本が持ち合わせていなった分野であるスタンドオフ能力を実現するための具体的な兵装の例としては、日本の国産品の場合、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾がよく取り上げられており、特に前者はファミリー化が注目されている。人に意識地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、2012年に陸上自衛隊が正式採用を決定し、今まさに実戦配備中の最新の地対艦ミサイルであり、南西諸島防衛の切り札的な存在の兵装として、
それらの島嶼部への配備が進められている。ただし、現行の人に、意識地対艦誘導弾の射程距離は、最大でも 200km に及ばないとめされており、そのために、現在の島嶼部への配備は、複数の島々に実施されており、かつ、また、その射程距離では、敵の防空ミサイル網を突破することは難しい。そのため、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ミサイル本体に、ほぼ実質的には、別の兵装といっても、過言ではないほどに、変更が加えられており、それによって、まず 900km、その後に、1500km 程度の射程距離の獲得が期とされている。加えて、現行の人に、意識地対艦誘導弾は、装輪式の車両に搭載して運用する地発型と呼ばれる形式のみだが、能力向上型では、航空機で運用される空発型、艦艇で運用される艦発型と発射母体のファミリー化が予定されている。このように、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、陸海空での主力兵装となることを前提に、開発が進められてはいるが、昨今増加傾向の続く超音速の兵器ではなく、飛翔速度は音速であり、速度で敵の防空網を突破するような位置づけではない。これは、アメリカ海軍の艦艇の主力兵装として君臨し、日本でも調達が具体的に検討されているトマホーク巡航ミサイルと同様の位置づけであり、低空を長距離を飛翔させて、対艦及び対地攻撃の両方に使用するものとなっている。したがって、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型もトマホーク巡航ミサイルも、発射したミサイルのすべてが、敵の攻撃に成功するわけではなく、一部は、敵の防空網で迎撃させることを前提に、ある程度の数を放つことで、効果を狙う兵装と言えよう。日本では、今後、この人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を、地発型、空発型、艦発型として、各分野における、主たる兵装とすることを期としており、その実現までの、時間的なギャップを埋めることを目的に、トマホーク巡航ミサイルの調達も検討している。トマホーク巡航ミサイルについては、これまでの報道を見る限り、日本は、およそ500発ほどをまとめて調達する意向のようだが、前述したように、ある程度は迎撃される前提と考えれば、決して多くはない数だと思えてならない。最近では、アメリカやイギリスと、新たな軍事同盟であるオーカスを締結したオーストラリアも、トマホーク巡航ミサイルを調達する動きが出ているようだが、同ミサイルを古いと批判している勢力は、どう捉えているのであろうか。オーストラリアは、オーカスに基づく、最も大きな装備として、アメリカから、最大で、5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦の調達を行い、その後、イギリスの協力のもと、同盟名を、冠市オーカス級と名付けた、潜水艦の新造を行う模様だ。バージニア級攻撃型原子力潜水艦は、艦隊の背面に、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦を12機も装備しており、非常に高い対地攻撃能力を有するため、それを目的に、調達が決定されたものと思われる。こうした潜水艦に、スタンドオフ能力を求める動きは、日本でも始まっており、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を搭載する方向で、VLS、垂直発射艦を備えた実験艦の建造が予定されており、ついに、その分野に着手した状況である。日本の海上自衛隊の潜水艦といえば、これまでは、すべて通常動力型の攻撃型であり、昨年2022年3月に、最新鋭の対迎型の一番艦、太平が収益を行ったことで、
当面の目標として掲げられていた22隻体制が実現されている。今年2023年3月には、大ゲイ型の2番艦である、枠ゲイも就役を迎え、これによって、1番艦である、大ゲイが試験を担う潜水艦へと変更される模様だが、そうした状況からも推察可能なように、稼働数は22隻以上を堅持している。こうした最新鋭の大ゲイ型でも、水中排水量は4000トンを超す程度であり、今後の VLS、垂直発射艦を装備する実験艦には、どの程度の規模の艦艇を想定するのかも、搭載可能な兵装の数にも、大きな影響があるため、続報に留意したい。ただし、同じ攻撃型原子力潜水艦であっても、アメリカ海軍のバージニア級などとは異なり、イギリス海軍のアスチュート級などは、艦の規模的には、同等に近いが VLS。垂直発射艦は装備しておらず、すべての兵装を533ミリの魚雷発射艦から運用する。アスチュート級は、このため、魚雷発射艦から運用可能なトマホーク巡航ミサイルを装備しており、これまでのことろ、これがアメリカが唯一他国に供与している同ミサイルの運用例でもあり、日本が2カ国目となる可能性が高い。